店長、遅れてすいません。阿部くん、また本業終わり。そうですね、すいません。あのさ、はい、本業も大事なのは分かるけどさ、ちょっと遅刻多いな。すいません。うちの居酒屋もちゃんとバイトもさ、やってもらわないとちょっと困るな。すいません、以後気をつけます。とりあえずあの仕込みの準備終わってるから。あ、はい。とりあえず開店準備だけやってきて。あ、わかりました。うん。あ、店長、ちょっと相談があるんですけど。うん、何？あさって5日なんですけど、うん、あのドラゴンハンターの仕事の方が入ってしまって、ちょっとバイト出れなくなっちゃったんです。ちょっとそれは無理だな。いや、すいません。いや、その人はあの、はい、芸人の田中君もさ、お笑いの仕事入った中で休みなのよ。ちょっとそれどうにかなんの？いや、でも僕もドラゴンハンターの仕事入っちゃったんで。ちょっと厳しいな、それは。あ、でも、まゆみちゃんいますよね。いや、まゆみちゃんも今舞台の稽古で1週間休みなのよ。ちょっとさ、それ本業の方予定ずらせな。いや、でも僕もあのドラゴンハンターの仕事には支障をきたすのはちょっとすいません。ちょっと、あゆくんごめん。何ですか？それドラゴンハンターってのは何なの、それ。え、まだよく分かってないだろ、ちょっと。あ、はい。いやいや、前にも言ったじゃないですか。世界各地の魔境に行って古代獣たちを生け捕りにして捕まえる仕事です。全然わからんわ、これ。やっぱ何度聞いても、はい、さっぱりだわ。え、それ何、冒険家とか探検家みたいなこと？あ、いや、それとは全く違いますよ。 YouTuber みたいなことは？違いますよ、僕お金のためにやってないです。何一つ見えてこんわ、情報がね。え、待って、はい、何なのそれ。まずこの格好は、これ、これドラゴンハンターの清掃みたいなもんですよ。これどちらかといったらこれトレジャーハンターのことだよ、これ。は？インディ・ジョーンズじゃん、これ。いや、インディじゃないっすよ。インディじゃん。インディじゃないっすよ。だいたい今日もさ、本業終わり遅刻してきたけどさ、何やってたの？いや、今日は魔境花王差で古代獣ドラゴンスを捕まえてます。何言ってんだこいつ、ずっと。どういうことだお前それ、はい、魔境花王差。あ、高尾さんです。高尾さん。はい。え、その古代獣ドラなんちゃうわ。土の子です。え、何お前、高尾さんって土の子探してってこと？いや、ちょっとギリギリまで粘っちゃって遅れちゃいました。すいません。お前、その理由で土の子お前探してて遅れてくるやつ、お前、土の子ぐらい見たことねえぞ、お前。そうですか。ああ、え、待って、はい、なんかそれ、教会とか団体に入ってそういうことやってるってこと？ああ、いえいえ、僕はフリーでドラゴンハンターやってます。ドラゴンハンターのフリーランスはもうフリーターと一緒だぞ、お前。ちょっと一緒にしないでください。一緒だよ、お前。ちょっと、なん、お前、ドラゴンハンター、はい、やべえやつだった、これ土の子探してる。ひどいな。やめちまえ、そんな仕事、お前。ひどいじゃないですか。店長、あんなにみんなの夢応援したいって言ってたじゃないですか。みんなの夢と全然違うわ、お前の夢は。いや、僕からしたら、うん、30超えてんのに全く売れてない地下芸人の田中さんの方がまあまあやばいっすけど、ね、ドラゴンハンターが何言ってんだ、お前。あ、そうだ、ちょっとごめん、すいません、これは、はい、これ、あさっての5日なんですけど、ドラゴンハンターのナンバーワンを決める大会 D1 グランプリがあるんで、店長来てください。5日人いねえんだよ、だからお前。なんだこのクソみたいな大会、これ。いや、店長、じゃああの5日にあの僕の知り合いがここで働きたいって言ってるんで、そいつを出すのどうですか？その人ってドラゴンハンターです。いらねえよ、もうドラゴンハンター。お前何人目だ、お前。今月、今月6人目っすね。お前、インディ・ジョーンズ仲間になっちゃう、ここ。それいいじゃないですか。よくねえよ、バーカー。お前、とりあえず僕はオープンの準備してきますね。ちょっと待って、お前、まだ話終わってねえぞ、お前。なんだあいつ、マジで。おい、優先勝手に変えんな、おい。おい、え、なになになに、店長助けてください。え、店長、あそこにゴキブリいるんです。お前、ドラゴンハンターだろ、お前。店長助けてください。